歴史を通じて数多くの国が海域の制海権を争いました。その中でも最大の海域を制した国をベスト3として紹介します。1. イギリス。19世紀の大英帝国はパックス・ブリタニカと呼ばれる平和の時代を築き、全世界の海を統治しました。英国海軍は強力で、特にネルソン提督によるトラファルガーの海戦1805年では決定的な勝利を収めました。2. スペイン。1617世紀のスペイン帝国も広大な海域を支配しました。スペインの黄金時代にはアルマダ艦隊がヨーロッパから新大陸まで幅広い航海を行い、膨大な富をもたらしました。特に1550年のペルーからの銀の流入により、スペインは世界経済の中心となりました。 3. ポルトガル。1516世紀の大航海時代、ポルトガルは探検家たちの冒険心によりアフリカやアジア、新大陸への航路を切り開きました。バスコ・ダ・ガマによるインド航路の発見1498年や、マゼランによる初の世界一周はその象徴的な達成です。これら三国の歴史的な航海と制海権は世界の政治地図に大きな影響を与え、現代の国際関係にもその足跡を残しています。